Hallo Freunde der Sonne und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2 hier auf meinem YouTube-Kanal. Und es ist soweit. Wir stellen jetzt den Oberpon, wie heißt der, Barner, glaube ich, ne? Da vorne steht er. Die große Megasort-Klinge, so nenne ich sie jetzt einfach mal, haben wir ja in der letzten Folge besiegt. Und jetzt will ich mal gucken, was er noch in der Hinterhand hat. Momo! お前ら、しつこいもん。お前こそ渋滞だ。人工ブレードの製造をやめるも、これ以上じいちゃんたちの研究を悪用させないも。そんなことしたら大損だも。このプロジェクトにはいっぱい投資してるんだも。ふーん、じゃあ帝国軍に引き渡しちゃおうかな。キクのやったことでも目をつけられてるだろうし、 他にもまずいことたくさんやってるんじゃない？ギク？レックス、お前、そんな悪どいやつとは知らなかったも。悪どいってどっちがだよ！分かったも。人工ブレードの製造はやめてやるも。そいつにはまだ利用価値がある。 余計なことされると困るんだけど。弁慶、サタヒコ？ん？ああ、誰かと思ったらニア。義経から裏切ったとは聞いてたけど。ニアの知り合いかも。イーラのドライバーだよ。取引相手がよりによってこいつらだったなんて。 こいつらとは随分な言い草ね。新参だったくせに。いいじゃないか、弁慶。ニアだけじゃなくて天の聖杯までいるんだ。なあ、きっと俺たちの未来を祝福して神様が。ドハッ！サタ、あんたうざいよ。はーい。裏切り者は抹殺、聖杯はお持ち帰りね、サタ。 めんどくさいけど任務だから。了解。光もニアも俺たちの大切な仲間だ。思い通りにさせるもんか。 Na toll, das wäre ja auch zu einfach, wenn man einfach mal weggehen könnte, ne? Aber nö. Nun gut. So. Nein. Alter. Okay, gerade noch so umgeworfen. Alter. Und los, Mifra! Oh Gott, oh, was kommt jetzt wieder hier für eine Zwischensequenz? Was passiert?強い。あの数の武器と鉄壁防御だからね。何人も同時に相手してるようなもんさ。レックス、撃てる？本当？でもここ屋内だぜ。構造計算してみたけど、一撃だけなら耐えられそう。ただし、あのクレーンの下限定ね。他は無理だと思う。オッケー。ならそこに追い込むか。みんな！いいよ。やったろうじゃない。わかったもん。 もらったから。青い炎。
殿。メレフ。やれやれ、無茶はしないんじゃなかったか。成り行き上ね。助かったよ。炎の飛行士。こりゃまた厄介なのが出てきた。メレフ、あいつらをクレーンの下まで追い込めないか。奴らの連携を崩せる策がある。うん、とびっきりのね。了解だ。やってみよう。Und weiter geht's. Yay. Freude, Freude. Oh, komm schon. Lade. Haben sich geändert. Okay, Moment. Dann... Oh, shit, wen? Ich glaube, dann wechsle ich Nia aus. Ja. So. Nee, Mikael. So, der ist schon heil. So. Dann wollen wir mal. Und los. Hup. Als ob der nicht... Verdammt nochmal. Hey, bleib hier. Oh, wie wird denn das, Alter? So, den einen haben wir jetzt, okay. Dann los, Hitzeschuh. So, ein bisschen KP könnte ich mal gebrauchen, ey. Alter, kriege ich da die ganze Zeit Schaden? Was ist denn das? Ey, lass mich runter! So, Moment. Ach, da darf ich nicht. Oh ja, super. Okay, das war's eh. Gott sei Dank. Mann. さすがに帝国最強の名は伊達じゃないってか。奴らを炎の壁で取り囲むぞ。カグツチとホムラの連携か。私たちは左から撃つ。あなたたちは右からお願い。わかりました。タイミング合わせますね。直後にヒカリちゃんが飛びます。剣の残存エネルギーに注意して。任せて。行くぞ。こいつら取り囲もうってか。この程度。リャコ、ワイルドロー。横からどこ見てるの、サタ。ハナ、カムカム。了解ですもん。調子に乗るな。今だ。どう。総円拳二の型妙。ローリングスマッシュ。囲まれた。なら上から。美しい。まさかあれを食らって生きてるなんて。いや。岩盤でのロスを計算に入れたギリギリの威力だ。さすが天の聖杯といったところか。そうか、ブレイドのコアを狙って。あいつらもボロボロも。
私の大切な武器をぶっ壊しやがって。もう許さんぞ。ぶっ潰してやるから、そこは動くなよ。よせ、ここでそれを使うな、ベイケン。なんという力、何者だ奴は。待ってください、何かが変です。体の自由が。大丈夫かベンケン。この力、まさか。誰だ。そういうことかよ、アーケディアのクソ坊主。アーケディアだって。分が悪い、引くぞベンケ。ふざけるな、このまま引き下がれるかよ。目的のブツはいただいてる。それにお前の身に何かあったら義経に顔向けできないから。な、話せ。そういうとこがうざいってんだよ。はいはい、お仕置きは後で受けますよ。逃がすと思うか。何？あの船は？モノケロス？隠れてたのか？メレフ！メレフ様！大丈夫だ、あの程度でやられはしない。逃げられたな。ファンレノルン、アーケディアの女神、なぜあなたがここに。ファンですって。もうすぐだ、ラウラ。Okay, ich kann es nur immer wiederholen. Ne? Story von Xenoblade Chronicles ist einfach geil. Ne? Kann ich nicht anders sagen. So, die Frage ist jetzt, Morag und Brigitte, gehören die jetzt für immer zu uns? Das wäre, fände ich schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Aber hey, gucken wir mal. Du verlässt jetzt den Speicherbildschirm. Fortfahren, auf jeden Fall. いい動きだ、ラウラ。先を読んでも瞬時に返されてしまうな。霞の力があってこそよ。あなただって光の奥の手使ってないじゃない。使ったとしたら、その時はこちらも一の太刀を出させてもらう。アデル様、食事の支度が整いました。もうそんな時間か。今の季節は日が長いから時間の感覚なくなるよね。あら、訓練はもうおしまい。残念、参加したかったわ。遅かったわね。一人？皇帝陛下は何かと多忙なの。もともと私一人で行動することも多いし。ドライバーとブレイドは一心同体、それが本来の姿よ。出ないと力は出せないわ。言葉で言うほど簡単ではないさ。私もまだ君の力を出し切れていない。そう？私は結構精一杯なんだけど。そこ知れないってことさ。
それにしてもブレイドの行動を抑制する霞の力、修行にうってつけだな。助かるよ。因果率予測も制限されるしね。ほんと大変。そんな、アデル様と光様にそこまで言っていただけるなんて恐縮です。こうして見てるとまるで双子の姉妹みたいね。ドライバーの因子が色濃く出るのは珍しいんだろ。そういう話はたまに聞くけど、そうなの？そう。でも私はラウラ様と同じ姿に生まれてこられて幸せです。服の貸し借りもできるしね。え？ところで、次はシンと手合わせ願いたいのだが。ですって。どう？私は戦いは好みませんので。イーラ最強の男の言葉、ずしりとくるな。それが真実なのかもね。彼、いいえ、彼らの。アデル様、ラウラ様、メスの狙いが分かりました。オートです。あ、本当か。はい、間違いありません。君を？私はファンレ・ノルン、アーケディア法王朝の使者です。法王朝の？あなたがレックス様ですね。マルベーニ聖下が面会を希望されています。来てくださいますね。それってどういう、なんで法王様が俺なんかと？法王朝ではアルスト全てのドライバーとブレイドを管理しています。そしてあなたは天の聖杯のドライバー。その力、取り込みたいということか？そうではありません。聖火は同じ天の聖杯のドライバーとしてレックス様とお会いしたいと、ただそれだけです。同じって、まさか。そうです、聖火は滅のドライバーです。そしてレックス様、あなたは今探検を所持していますね。なんで探検のことを？わかります、私には。聖火はその探検の本来の持ち主でもあります。つまり法王様がコール爺さんのドライバーってこと？はい。まさか、だって爺さんは。現法王はアーケディア人だ。ありえん話ではない。アーケディア人は長命ですからね。そうか、だからあの時コールさんは探検の持ち主が世界中へ行く方法を知ってるって言ったのか。いかがですか、マルベーニ聖火への謁見はあなたにとっても悪い話ではないはずです。ちょっと待って。怪しいよレックス、話ができすぎてる。光はどう思う？気づいてたんだろ、コールさんに会った時から。ええ、まさか法王様になっているとは思わなかったけど。会いたい？聞きたいことは山ほどあるわ。私が眠りについた後何が起きたのか、そしてなぜあなたが今ここにいるのか。わかった、俺も会いたい。いや、会わなきゃいけないと思うんだ。霞、光様、どうされたんですか、こんな時間に。今の季節、雲海の夜は冷えます。風を召されますよ。
私はブレイド。風邪はひかないわ。そうでしたね。失礼いたしました。かすみ、覚えていないのね。お、なぜ私のことをかすみと。私はファンレ・ノルン、マルベーニ聖火のブレイドです。そう、マルベーニの。ごめんなさい、忘れて。知っている人によく似てたからつい。確かにここは寒いわね。ご忠告に従って部屋に戻るわ。はい、おやすみなさい、光様。おやすみ、ファン。光ちゃん、あのコアクリステルの形。わかってる、ただ同調しただけじゃない。私たちやレックスとも違う。聞くことがさらに一つ増えたわね。ごめん、ちょっと考え事したいから代わって。うん、わかった。あーは、あいやいや、okay。 Story verdichtet sich. Du kannst jetzt nach Bedarf zwischen Pyra und Mythra wechseln. Möchtest du außerhalb von Kämpfen wechseln, dann wähle unter Charaktere entweder Pyra oder Mythra und drücke dann Y. Innerhalb eines Kampfes kannst du einfach den Knopf drücken, welcher auch immer, der Pyra Mythra zugeteilt ist, um zwischen ihnen zu wechseln. Ach so, also Steuerkreuz nach oben quasi. Ne, da ist jetzt ja Mythra, Steuerkreuz da rechts ist Wok und nach unten hier, keine Ahnung, Gigas oder wie die künstliche, die andere Klinge hieß da. Das heißt, nach oben, ne, wenn ich Mythra ausgewählt habe und dann nochmal nach oben drücke, wechsle ich zu Pyra. So verstehe ich das gerade. Gucken wir mal. Im Gegensatz zu einem normalen Klingenwechsel gibt es keine Wartezeit, bevor du erneut wechseln kannst. Nice. So, Moment, wo... Achso, ach, ich wechsle jetzt... Hä? Steuere ich jetzt Pyra oder wen steuere ich? Hä? Moment. Ey, jetzt ist die Kamera gerade aber richtig für den Allerwertesten. Aber gut, Freunde der Sonne, ich würde sagen, damit machen wir erstmal Feierabend. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein.